さあやってまいりましょう。 Let all not wear a part 4かな。はい、なんか一区切りパートついたっぽいので、次に進んでいっているという感じですね。早速長い階段登り切ったね。頑張った。で、これはもう階段じゃなくてこっちでいいのかな。ほい、なんかあるね。お、仲間逃げてった。なんか閉じた。どうしたらいいんだろう。ほい、登る。で、いや、あれあれ、ちょっと飛べない飛べない。ぴょん、あれ掴めない。あれ掴める掴めない。あれあれ、ちょっと待って。ん、あれ、ちょっと待った。なかなか次にどう進んでいいのかわからないっていうね。引けないんだよな。ここ机別に登る必要はないのかな。真ん中の引き出しをこう引っ張ったらタイムマシンが出てくるとか、そういうオチはないよね。じゃあこっち進んででいいのかな。入りましょう。入った。あれ、こっちになんか落ち火行かなかったっけ。あれ行けない。ん、あれ行けないな。開けて、でこっから中身を覗いてみても、あ、飛んだらライダー切れるんだ。入れない。あれ、いけない。しゃがんでもいけないよね。じゃあ どうしたらいいんだ。やっぱりあれか、上登れるっていうのかな。なんだなんだなんだ、ライターダッシュ、おりゃバッシュ。無理無理、もうあっち、しっこから出ていくと思ったけど、やっぱこれでなんか上をチラチラ。あー、これまたあれだよ、なんかうまくつかめなくなる。あ、つかめた。ふぃー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 、なんかパスしているから、ピピピピピ。あ、あれ、こっち引っ張れんだ。で、登ります。あれ、ちょ、ほい、あれ、ほい、よし。で、引っ張れない。引っ張れないんかい。ダメだね。じゃあ、こっから別に上に登れるわけでもないし、もうここは諦めっか。とりあえず、ちょっと次、あれ、ちょっと待って、あ、いけたいけた。じゃあ、このまま上行きましょう。ライターつけて。何の部屋だったんだろうね。めっちゃ気になるわ。で、ここは、なんか特にあるわけでもない。なんかしゃがんでいける場所もあるわけじゃなさそう。あれ、なんか急に難易度高くなった。ああ、失礼しました。むず。ほい、ぴょん。でも一応ぴょん。ああ、ちょちょちょ。こうクリックをこうとっさに押すっていうのが難しいんだよ。押しっぱなしできるのかな。ほい。よし、いけたいけた。で、降ります。なんだ。ああ、落ち火が逃げてったのかな。逃げてったよね、今。まあいいや。これを、どうする。ふっ、なんか掴めないんだよな。掴んで上、あ、あ、なんかレバーがあるな。あそこに押していくんじゃねえか。ぴょん。ぴょん。上って言ってる。上。なんか中身入ってる。カバンの中から、上。上って聞こえてきたけど。そりゃ、こっから届、ぴょんってやっても届かないよね。なんか右に、なんかちょっと小さくなったマイクみたいなのを押して、でこっち行きます。裏は特に何にもない。進んでいきます。ぴょん。鍵があるね。なんか鍵持ってこないといけないからね。それは押しても無理だろうね。じゃあ戻るか。ふっ、この部屋自体はなんかある。あ、なんかあった。コロン。あれ、掴めないっぽい。
裏やっぱなんかあるのかな。ガチャ。あれ戻れない。あれちょっと、あれ引っ張っても戻せない。あれちょっと、ぐるっと押し込まったんじゃない。あれやばいんじゃないこれ。あれやばくない、やばいんじゃねこれ、戻れない。ちょっと待って待って、戻れない戻れない。あれほっ、なんかヒントない。ほっほっ、無理。あ、これ割ってとか無理か。あれちょっと待って、鍵ないと次いけないよね。鍵なくてもなんか強引に行ったらいけるとかそういうオチない。無理無理っぽいね。あ、積んだかもしんねえ。やべ、なんとかならないかな。ちょっとドア開けたい。ちょっと引っ張って、引っ張れない。ちょっと待って、あれ引っ張れない。ちょっと引っ張らさして、引っ張らさして。無理、ふっ、無理。マジか、積んだわ。どうしよっかな。これなんかリセットとかできんのかな。とりあえず漁るだけ漁って、無理だったらリセットしてみようかな。もういいや、めんどくせえ。チェックポイントからやり直しまーす。あ、入ってきたとかね。なんかゲコゲコゲコ言ってる。ゲコゲコはどっかで、あ、登れた。鍵あったし、鍵めっけー。あと足もめっけー。子供たちが寝てるいい空間と思いきや、なんか結構怖いねこれ。やっぱさすがナイトメアですね。ほっ、いやー、まあそりゃそうか、自分の体の何倍も高いところが落ちたらそりゃねえ、という夢を見たんだ。おはようございます。なんかない、ボール磯野、バスケしようぜ。マスラチュー。まあ、とりあえず素直にレバーを引いてみよう。何かが起こる。何が起こるんだろうね。なんかドアが引っ張れるようになって行き来がちゃんとできるなとか。ほい、あ、なるほど、ベッド5階上。このままじゃ登れないよ。これ持ってって高さやらないと持っていけないよ。なんかピクミンに思えてきたね、だんだん。黄色ピクミン。でも紫ピクミンじゃないと力持ちじゃない。あ、そうか、だからぴょん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 飛べるんだ。キーピクミンは高く飛ぶ、白ピクミンにはその高さは平気なんかい。こっちは、あ、なんかあった、人形ちゃん、えい、ゲッチュー。はい、あれちょっと、これうまく放れないんだよね。違う違う、人形が掴みたい、人形が掴みたいんだよ。ウィッキッ、あーって、よし。じゃあ置かない置かない。ほい、ペリン。跡形もねえわ。で、これは普通。あの壁にあるやつ、さっき這いずってたやつじゃねえの。ちっさい写真。まあ、とりあえず鍵見つけたから、これで例の場所に行けますね。次のステージに予約行ってると。いやー、まさかドアが閉まって積んでしまうっていうね。投げる。さあ、次。いや、ちゃんと、ちゃんと刺しなさい。ちゃんと刺しなさい。掴めない。掴む。はい、はい、抜き刺し、抜き刺し。鍵を捨てていくスタイルですね。さて、新ステージは一体何が待ち受けています？なんかある？特に何？これ何？これ何よ。あ、これでスイッチ押すんか。投げる。うるせえ。シャン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 。キュイキュイ。めっちゃ揺れんじゃん、エレベーター。なんかこのエレベーター乗るの怖いな。めっちゃ揺れてんじゃん。まあいいや。で、なんかボタン、あ、またあったね。ここに向かって、おい。え、ちょ、全然高さが。さっき行けたね。え、次回食料品売り場へご案内いたします。当店は1908年に開業以来ちまきで有名でございます。
ちまきって美味しいところマジで美味しいからね。うん。一回どこだったかな、島根県だったか広島県だったかでこう出た腹痛タイム、昼間に食べた。生牛丼やばい、全然何も浮かばなかった。もう何なんだろうな、この定期的にお腹が空いていくシステム。しゃがもう、しゃがまなくていいの、チュー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 言ってるけど。へぇ、へぇ、辛いよ、お腹空いたよ、助けてドラえもん。さっきよりも腹痛がひどい、だから賞味期限の切れた生の牛丼を食べちゃダメだってあれほど言ったのに。あったあった、野生のガスターテンダー、これ絶対入っちゃダメなやつだね。入ります。とりあえずこっちを胃に入れないと。嫌な予感。え、ですよね。いやー連れ去られましたね。おお、箱の中身は何だろうな。あ、箱の中身は何だろうな。いや、そんななんかコミカルな展開じゃなさそうだよね。これなんかどっかわけわからないところに連れてかれて、でホビホビのみの能力によっておもちゃにされて、シャン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 言いながら、俺だよ俺だよって言いながらも、わあおもちゃが喋ってる、ワンワン、さあこっちだよ捕まえてごらんみたいなことね。とりあえずアホなこと言ってないで、ここから脱出しましょう。あ、助走つけないとダメ。あ、そういう壊れ方、もろい、まあ、とりあえず右に行くとやつに捕まるかもしれないから左に抜けてみましょう。雨降ってるね。あ、1000ポイントめっけ。ほい、で違う違う、掴まない、投げない、火がつかない。セーブポイントは投げるものではなくって火をつけるものです。置いて、そう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 、えらいえらい。 OK、じゃあどうしようかな。まあ新展開来たっぽいんで、一旦このパートはここで終了したいと思います。はい、ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。安定のスクワットをしつつ、また次回のパートお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。